ちょっと前の巨人ファン、先発投手整備された、上がってくる、似た。グリフィン故障、松井ハムにボコられましょう。現在の先発ローテーション、戸郷山崎、横川点点点。戸郷とかいう、酷使されても壊れないし、燃えない最後の希望。王様が復活しますやん、菅野が。今週6連戦、1勝5敗予想。なんなら松井だけじゃなく、横川もハムにボコられただろ。横川ってドームだと、ポンポン放り込まれるよな。学徒動員されたルーキーが、1試合好投しただけで、ローテ確定、向こうの10年、大丈夫みたいにポジるの、巨人ファンだけやでほんま、どんだけ投手に飢えてんねん。阪神も、桐敷が1試合抑えただけで、ローテ埋まった、とかぞ名出たし。勝っても負けても、大暴れ試合を披露する、エンターテイメント球団。立て直しに5年くらいかかりそう、FA の求心力もないし。最近はお前さんたちが出てくる前に、スコア言ってるよな、先発ボコられるわ、点は取れないわで中継ぎどころじゃない。戸郷、雨戸郷で、行くしかないわな。